どうもこんばんは、ランドと言います。よろしくお願いします。イエイ。声がちっちゃい。もう一回行きましょう。みんな、僕もう今日お酒はもう10杯以上飲んでますので、シラフではございませんので、よろしくお願いします。ランドです。ありがとう。オッケーオッケーオッケー。もうなんか後からもう勝手に放り込んでね。さあ始めよう、恋の ABC。 ありがとう。どうでもないのよく覚えと、全部あげるよ。君だけのためと置いたよ。予定通りあなたのハートを奪うよ。なんだか痛いこの胸ドキドキ。恋の僕の方を見てくれないの。僕の気持ちに気づいてるんでしょ。画面から飛び出したお姫様のもの、魔法使いの僕が迎えるがあります。恋の Cool.
朝から飲んで朝から飲んで内容わからんおっちゃんとなんか話して、うん、ねえあっちゃんあっちゃんっていうおっちゃんとしおちゃんっていうおっちゃんとよくわからんけどなんかいろいろ話してね、いろいろ人生論みたいなのね語って、ここにそのあっちゃんとしおちゃんと語りすぎて到着が10本遅れちゃいました。なんとねが必要マザーテレサもそんなこと言ってなかったけかリピートしまくり気がつけ本物だよハッピーアイ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 アハッピーアイ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 ア本当はネガティブなんです根拠は探せクールにそしてロジカル伝えたいことはないなんて言ったけど実はあり余るほどに在庫抱えてんのよだけど言語化ができないから一緒に言葉にする方法
まあね、今ご覧の通りわーってやって、まあ、見るときわーってやってやってるんですけど、ノンアルコールでさ、こう侍みたいにね、すごいよね。いや、なんか音楽への情熱がね、やっぱすごいなと思ってなんかまあ言い方おかしいけど、そうじゃん、そうじゃんね。いや、なんか言い方間違えたかもしれないけど、いや僕ね、結構ライブいろいろ、僕も東京から来たんです。今更ですけど東京から来ました。はい、ありがとうありがとう。で、さっきね出てた山口元地館に今日紹介してもらって、初めて今日京橋のセブンデイズに来ました。よろしくお願いします。そんなことは言えないけどいやでも音楽のねライブって僕すごいなと思ってて、結構いろんなところで言ってるんですけど、音楽とかが絡むエンターテインメントって本当にすごいなと思ってて、何の話してんだろうと思ってるかもしれないけど、いや本当にね、冗談じゃなくて、最近ね家でね Hulu とかさ Amazon プライムビデオとか見たりするわけでもさ、見ててもさ、俺はその人になれないじゃん。俺はね、なんだ、菅田将暉にはなれないし、ね、なれないじゃん。ね、俺顔でかいしさ、そうそうなれないんだけど、でもさ、なんかさ、そこに参加することもできないじゃん。うんうんうん。でなんかこう劇とか見に行っても、まあねこう雰囲気を作ることはできるけど、参加することってできないじゃん。でも音楽のライブって一緒に歌えるし、一緒に手拍子したり、みんなで一緒に音を作り上げられるっていう、すごいんですよ。すごいエンターテインメントなんですよ。わかります？わかる？わかる？いや、すごいでしょ？いや、そうなのよ。で、俺は本当に、みんなと違って全然曲にメッセージ性もないし、さっきもね、さっきの曲でも伝えたいことなんてないなんてもう言ってるぐらい、もう本当にペラペラな歌詞をねひたすらうわーって やってるんですよ。でも一緒に歌うことの素晴らしさっていうのはすごく俺は感じてて、それをねみんなで一緒に作り上げられたら最高だぜって思うじゃんね。だってみんなもさ、せっかくさ3000円くらい払ってでしょ、元取りたいじゃん、ね、元取ってこね、うん。なので今日はね、素晴らしい夜、もうすでに素晴らしい夜だと思うんですけど、さらに素晴らしい夜にするためにね、ここから一緒に歌っていきましょう。そう、ありがとう。もうここまでのライブで僕がしつこいなっていうのは分かっていただいたかと思うんですが、僕がしつこいなっていうのがよく分かるヤバいテンションという曲を聴いてください。
くてびっくりしたよね。やばいテンション本当にね、今日は皆様、ここに集まっていただいてありがとうございます、この後もまだありますんで、本当にめっちゃ楽しんでいきましょう。僕はこの後めっちゃ酒飲みます、はい、めっちゃ飲んでますんで、はい、一緒に 朝から何合飲んだ。お、何合だけに何合飲んだか分からんわ。でももうね、もう分からんぐらい飲みたい、うん、忘れたい、いろんなことを忘れたい、いろんなことを忘れたいこと皆さんあると思うんですけど、ね、もう こういう場だから、こうね、この時間のこの瞬間のことだけ考えてめっちゃ楽しみましょうね。ね、なんか今すげえなんかいいこと言いそうな感じのギター弾いてるけど、普通に告知します。物販なさんであるんで CD よかったら買っててください。今日やってる曲も含めて9曲入り1000円で CD 売ってますので、よかったらよろしくお願いします。で、あとさっき山口元近も言ってましたが、まあね、ここにいらっしゃる皆さんも大体こう大阪近辺に住んでらっしゃる方なんで、まあ、来れないと思うんですけど、8月の24日金曜日に六本木のステップスというところで山口元近とプチツーマンをやりますんで、よかったらぜひぜひ、あのその時たまたま東京にいるよとかいう方はぜひぜひ、そんなね器具の方がいらっしゃいますから遊びに来てください、はい、であとね、これめっちゃ言いたいやつ、これはね、あのもう大阪からでも来てくれたらありがたいね、嬉しいなっていうのがね、10月の6日土曜日昼間に、僕がお世話になってます六本木の毛布東京というところで、なんとですね、僕はバンドでワンマンライブやります。イエーイ、ありがとうございます。これね、ただのワンマンライブじゃございません。お金いるよ、お金いるよ、ただじゃない、ドリンク代もいるからねね、普通さ、こうチケットさ、手売りチケットとか買ってくれると特典 CD とか特典なんちゃら特典グッズとかつくでしょ。そうじゃなくて、なんと買っていただいた方には、その場で買っていただいた方には南郷の30本をプレゼントします。イエあれちょっとみんな日本語わかる？わかる？手売りチケットわかります？ね、前を持って売ってるチケットね、手で売ってるってことね、わかる？手売ってるって言うの、手売りのチケットで、ね、紙ね、紙、うん、入場するときにこう出す紙、それを買っていただいた方、まあ、ここまでは大丈夫だね、ここまでは分かるね、買っていただいた方には南郷の、僕ね、南郷の30分をプレゼントします。あまだ分かんない何してもらってもいいのか、じゃあ今現状で、買っていただいた方、使い道を聞いてみるとですね、南郷と、
スイッチのボンバーマンを一緒にやりたいという人がいらっしゃいます。はい、だからその他に例えばね、草むしりをしてほしいとか犬の散歩しといてほしいとか、そんなんでも月曜日ゴミ出し、燃えるゴミだから出しといてほしいとか、はい、そういうのも含めてですね、ランゴーが受け止めます。イエッ、こんなミュージシャンいる？いないでしょ。そういうことも含めてますので、ぜひぜひあのよかったら買っててください。まあね、ライブ来れなくてもね、あの南光30分欲しいよって方はぜひ、まあ、じゃあ南光の30分のチケット30分の時間を買うと歌が聴けるってことですね。もうそうそう、歌でも全然いいし、例えばさね、それでさ2枚買ったら1時間になるわけじゃん。すごいでしょ、48枚買ったら1日だから、ね、なるほど、どっかのアクシデみたいなの、よろしくね。まあそんなこともやってますので、よかったらぜひぜひ、まあ、買っていただかなくてもぜひぜひ物販に寄ってってください。寄ってってくださいって言ってますけど、僕移動式物販というのをやってまして、僕物販首にぶらさぶら首からぶら下げながら歩き回りますので、ぜひぜひよかったらお買い求めください。よろしくお願いします。ね、今日の交通費、明日の交通費、今日の飲み代、明日の飲み代そこまでいかんけど、よかったらぜひぜひ当ててください。よろしくお願いします。ということで、ランゴでございました。最後はですね、ここ大阪に来て歌うのもなんなんですが、東京グラフィティという曲を歌って終わりたいと思います。山口元地くん、近くんがですね、我が物顔で自分の曲のように歌ってる僕の曲をこれから最後に歌いたいと思います。ランゴひろゆきでした。ありがとうございました。じゃあね、またと手を振り合う改札前、君がわずかに唇を噛むのがわかる。次は約束してないけどまた会える。なのに胸に何が引っかかるのだろう。寂しくなってホームへと向かう小さな君は探しにくいな。息切らして走り回った君の家へと向かう。電車が出る間際に見つけて息切れして何も言えずに驚いて顔した後に笑顔で僕に手を振る。僕の気持ちのせいで文章は走り出す。色づくように狭まる街に広がる、まるで波紋のようだな。ふと思うほどの日々を二人過ごしてきただろう。小さな君の肩に寄り添うたび、そっと息をつかくなった。もう泣かなくてもいいよ、僕がそばにいるから。うまく言葉にできない自分が嫌に。鳥残された